我现在人在浅草车站。何県だ？純馬寺什么？叫什么县？あれおかしい。这个地方是长野的旁边嘛，所以近くからちょっと攻めていきたいんで、隣の県から从这个浅草车站开始。发粉症的问题。もう鼻がね真っ赤なんだよね。もうこれさ、メガネなんかあんまり意味ない気がしてきた。とりあえずつけとくか。いいや。今天天气很棒。这里是车站的对面，感觉这里也是人很少哎。大家知道骏马县吗？应该没有那么多人知道这个县的存在。これ言ったらちょっと群馬の人に怒られそうだな。すいません。比较没有什么东西吗？もしかしたら前橋の駅前が逆方向にあるのか、群馬の賑わってる場所がここじゃないかですね。少なくともすごい賑わってるって感じはしませんね。あんまりこの群馬県に在住してる外国人じゃなくて台湾人の方ですね。ちょっと今調べてみます。あれ好像这个调查的表单这个里面没有台湾耶。今見てるのがこの表なんですけど、这个是去年的调查，在这个群馬定居的外国人的人口，あの中国人の方が6600人くらいいるっていうことなんで、1000人くらいはいるんじゃないかなって思うんですけど、ごめんなさい。サブだ。絶対いるはずなんで台湾人は。ただちょっと連絡文の家目を噛んだ。今人がいないんですけど、これ大丈夫ですかね。不利じゃないからね、これは。不晓得是卖什么东西。现在的时间快要两点。今からですね、聞き込みしないと始まらないんで、我现在要去问看看住这边的人有没有认识台湾人。台湾人の方結構お店開いてる方が多いんで、多分あると思うんだよな。聞かないと始まらないからね、これは。インフォア薄ピンクの感じがすごい綺麗だよね。ザ日本っていう春天来るね。あ、すいません、ここら辺で台湾料理のお店ありますかね。それか、あの台湾人の方ってここら辺にお住まいですかね。いやー、うちね、もうちょっと向こうなんだけど、このセブンイレブンのところに、なんかあー、だけど、居酒屋だもんな。中華料理みたいな感じですか。あそこ昔からあるんで、はい、あの台湾料理っていう意味じゃないしさ。どこから来たんですか。長野です。ああ、桜ケーキの俺も。あ、そうですね、桜さっき撮ってて。地元の方ですか。ああ、まあ、もうちょっと向こうの。あ、そうなんだ、うん、今ちょっと散歩で。今日暑いですね、群馬。いつもこんな感じですか。昨日あたりも雨が降ってて、そう、ね、涼しかったけど、今日は一気に気温が上がりました。ああ、そっか。長野どちら。長野の松本です。あ、いいとこだね。いや、松本城なんか好きで。ああ、本当ですか。3、4回ぐらい行ったよな。へえ。おそばも美味しいし。旅行好きな。まあ、松本あたりだと日帰りで行けるから。ああ、そうですね。あの高速の次は今日ない。この泊まりですか。今日動画を撮ってるんですけど、台湾人を探すっていう旅をしてて。はあ、なるほど。インド系だったらね。また他の人に聞いてみるか。ありがとうございました。我刚刚一直都在讲骏马，骏马应该是说群马嘛，一群马，一群马。またコメントに書かれるわ。很多观众觉得我中文退步了，看了我会难过。まあね、事実なんでちょっとそれ受け止めないといけないですけど。すごいいい匂いするんだよな。パン屋だ。何次郎かな。聖次郎のパンですね。って書いてある。全中カンカン変わる。そのままで大丈夫です。はい。すみません、お聞きしたいんですけど、ここら辺で台湾料理のお店とかってわかりますか。ああ、そういうところってありますかね、近くに。その先にローソンがあるんですけど、それを左に曲がっていくと黒猫大和があるんですよ。その多分相向かいの辺の
本当普通の一般住宅っていうか、あここでやってるのかもしれない。わかりました。ありがとうございます。すいません。めちゃめちゃなんか味のあるパン屋さんって感じ。雰囲気めっちゃ良かったですね。里面でなんかチーフン很好え。ローソンを左。ここにあるとは思わなかったわ。もうすでにメイシャンだおい。ツフジンを台湾料理店。ここら辺にあるはずなんだけど。おお、やば、あったあった。台湾料理だ。そういう台湾料理店天香、これインターホン。ん、これ押さなくてもいいのかな。こんにちは。はい、すみません、今ってやってますか。今はやってますが。あ、やってますか、はい、じゃあ台湾人の方ですか。そうです。ああ、今台湾人の方を探すっていう今動画を撮ってて。そうですか。あ、ありがとうございます。おすすめとかってありますか？今すごいお腹空いてるんですけど。すっごくお腹空いてるんですか？はい。麺がいいんですか？ご飯がいいんですか？ご飯が。ご飯がいいですと、ルローファン、チャインとご飯、カサナタンご飯。なあ、行く。ルローファン。ルローファン。好。那个胡椒饼吗？对对。啊，那胡椒饼。胡椒饼。ルーローハンはもう最高にうまいよ。本当ですか？あとは肉まんと胡椒もち、半端なくうまいよ。嬉しい嬉しい。常連の方ですか？あ、常連常連。じゃあ台湾には行かれたことあるんですか？もうたくさん来てる。台湾の屋台の味じゃない。これは台湾の屋台の料理だと思うんで。日本人の口にちょっと食ってるから本当の台湾の味とはちょっと違うかもしれない。食べやすい食べやすい食べやすい。4月の16日と17日に玉村八幡宮っていう、そこで、うん、そこに古い神社があって食べ物屋さんが出てイベントやるんだけど、台湾料理は一軒もないから出ましょうよって言って話を今してたところ。はいはいはい。あ、いいですね。うん、いろんな国の料理があるけども、はい、台湾料理が一番美味しいじゃないですか。人の好みにはよりますけど、自分も好きです。長野はどちらか？長野の松本です。あ、そうなんだ。このために来たんですか？まあ今群馬県で台湾人の方を探してるんですけど、さっき近くのパン屋さんで台湾人の方いるよっていうことを聞いて。マサジロ？あ、そうですそうです。マサジロで聞いたんだ。いい仕事するね。それでここに来たの？そうですね、ここを紹介していただきました。マワンです。ありがとうございます。シェシェ。暑いですよ。暑いですか？はい。シェ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 。え、你是台湾人吗？对。あー、我的心都放在这里了，一定很好吃的。シェシェシェ。很好吃耶，看起来。用手切的哦，不是用那个绞鸡绞的哦。所以你们是两个人吗？还是？我已经是大师女哈，要吵架的时候我已经做了海米，现在就是做阿妈。你是台湾的哪里？彰化。啊，彰化，所以彰化的霸王吗？哎，对，彰化的霸王。那么呢，北斗那里都用吹的，啊，我们这里哈用炸的。危险，一次炸过一次不好，对身体不好，所以我们用吹的。はい、胡椒餅。熱いよ。很烫哦。可愛いですね、この胡椒餅。谢谢。谢谢，我们家的珍珠。诶。是自己做的，所以是四角形。诶，好特别。很好，哎，機械がないから手作り。怎么做的啊？这个。商业机密啊。啊，これは企業秘密というか。すごい、初めて見た。でしょ？四角いですよ。大変ですよ、一個一個。胡椒餅も一個一個、私が作った。これも私が作った。これは母親が作った。うわぁ。お米が買ったの。あ、お米買った。お米が作ってないの。金持ちになったら田んぼ買わないといけないね。そうだね、そうね。豚も買わないで。豚も買わないで。うわ、うまっ。これ本場の味。でしょ。あとお母さんの愛が。ねぇ、愛がたっぷり。私、朝寝たら6時。準備して煮込んで、お昼から終わって、午後からね、時間をね、愛を込めるわ、計算してる。だから、
さてからこっちから全部で豆入れてるの。社長より手が荒いんじゃないの？社長の方が。もともとの手はさ、可愛いらしい手だったのに、こんなになっちゃって。若いね。ね。若いね。若いね。ね大丈夫これは。仕事辞めたらちゃんと元に戻ってくる。もらえない、もらえない。它的珍珠很软，咬起来的感觉很像麻糬。哦，ありがとうございます。うち今一番人気の台湾カステラです。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。すごいもちもちです。はあ、ありがとう。なんでここでやられてるんですか。あれね、こっちは結婚入ってきたの。日本に越してきたっていうことですか。ご結婚されて。そう、結婚今あれ永住戸籍は取らない。永住権だけ。うちの声、ね、全日本うちだけだよ、はい、そうですよね、はい、台湾行ったらこれでやってますそうそう、ドリンクスタンドは大体そういうのそうでしょ、はい、これ台湾の輸入日本に探したけどなかったから黒かな中国中国です最初電話でこれお店を出すことをしたことがないね、はい、你朋友有没有台湾人的现在台湾人的もうそこには住まないからいいのいいの、なんかいいよ、现在没有台湾人那有没有台湾的朋友，我在台湾很多朋友在做生意，只有一个，只有一两个而已，大家都没有很多人了，那可能是没错。日本人比较多吗？朋友？为什么？啊？客人就是朋友吗？对啊。来这里多久？三十年。哦，那我为什么开始卖台湾料理？最近是要做那个鸡酒，台湾牛肉。哦。長野の松本から群馬まで電車で来て、それでここに来るなんていうのは砂浜でダイヤモンド探すような。そうですね。確かに確かに。谢谢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 。没有没有，有缘分。有缘分，知道嘞。さっきこっち違うね。私さっきから。姉さん、姉さん、あのね、映画女優はみんな方向音痴なんだって。10年前まで女優さんだったんだけど、もう女優さん辞めたから。70ぐらい。70、すごいハキハキしますね。生えてくるから暇ないだから。忙しすぎてね。忙しいの大事ですよ。そうね、暇ないだからね。でも70は歯がだね。一本目から抜けただけ全部自分の全部自分の歯ですか。一本抜けただけだよ。鈴木さんどうやってパン屋さんまで行ったんですか。まっすぐ行ってたらパン屋なんかいい匂いするなって思って入ったんです。前橋駅で降りて台湾の人いないかなって探したっていないよね。いないね。救急ボールってさ、はい、あの台湾に行くとフライドポテトみたいなの売ってるんだよ。あ、そうです、うん、で俺大好きなんだよ。ここに来て救急ボールここにないから、ここにあるものいつも頼んでたの。だからルーローハンばっかり、ザンインツーハンとルーローハンとラーメン、はい、そればっかり食べてたの。こんな太ってきちゃった。でも美味しくって美味しくって毎日来てた。さすがに太ってもうこれはダメです。あ、すいません、失礼します。はい、こうやって生地をそれで丸めてあげる。そうそうそう、これは作ったんですか。そうです、もちろん自分たちで作るともう本当に粉と砂糖と芋だけ。手作りだと時間かかりますよね、すごい。そうでしょ、だから結構忙しいと深夜まで残業ですよ。おお、それで潰すんですよ、ね、そうなんですよ。だから大変ですよ。だから台湾のあれが欲しい。あの機械ちょっとただでかすぎて、あれどうやって。そうない、無理。その対好きじゃないと無理、うん、出たこれ、うん、でちゃんとスペアンツまん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 飲んで、意外と一度ピオン飲んでワンワンだら。うわ、これ大変だな。でもそうそうそう、好想要买那个哦，可是我们家没有地方放的。这里是台湾的夜市吗？哎，对对对，你怎么知道？我想把台湾的整条街都带过来。还有谁要投资我？我们一起来。あ、じゃあずっと日本。私はね、高校を卒業して台湾で育った。で、あなたと同じように日本で留学した。
生科技術専門学校、お菓子を作る学校の卒業生、はいはいはい、だからお菓子作りちょっと得意、あと負けず嫌い負けず嫌い、あと食いしん坊なんで台湾の本場の味がみんな日本にないのって、だから台湾行って肉まんを勉強して、はい、で自分の味で、でほら料理上手の親いるじゃん、シェフが OK だったら売れる。你不会想回台湾住吗？不会，我先生在这里啊，我三个小孩也都在这里啊，我妈妈也在这里啊。原来有时候会说没有姐妹啊，兄弟姐妹不在的时候会想要回去，会想要见他。可是我现在回去，我是个观光客，因为我已经来二十多年了，所以我回去已经没有我的地方，所以很奇怪，那种感觉很奇怪。好啦，可爱，可爱耶，ちょっと小粒だ。温かいうちに、熱い。ね、ニコニ。でもね、毎回の芋の水分によって出来が違う。毎回の子供たちこれ大好き。美味しいですね。ちょっと甘くて、うん、カリカリで。台湾の味？うん。よかった。いや、台湾の味道。四つ子の人才知道这里的味道。それじゃ鈴木さん、はい、一つよろしくお願いします。ありがとうございました。楽しかったです。またあの動画見させてください。ありがとうございます。はい、気をつけて。ありがとうございました。気をつけてくださいね。はい。晚上有开吗？晚上没有开。哦。孩子早上要上课。我们家的小孩子，子供。哦。在那边上课有没有？この三人これから高校三年生。台湾行きたいって言ったから。台湾行きたいってなかなかなんか自分から言うのって。仕込んだ。確か。ちっちゃい時に小学校の時によく台湾連れてって、はい、台湾への好印象はすごいじゃない。台湾のものが大好きで遊びに行きたい行きたいぐらい毎年言ってるんですよ。でもこれから差し掛かっても大学受験の時期じゃないですか。そうすると国公立これぐらい値段かかりますよ、うん、二人暮らしここの値段からかかりますよ、私私立はこれぐらいかかりますよ。好像我妈妈也是这样。やっぱり台湾に行ってほしいですか？私は行ってほしい。私のふるさとを見てほしい。観光地は何も見れないじゃん。いいところしか、きっとどこの国も悪いところはある。それも含めて見てきてほしい。ラスギさんみたいに4年間投げてみる。そうですね。行ってほしい。ママ友とか。ママ友は日本人しか。そこはあんまり悩みとかないんですか？こういう関係とか。悩みましたね、やっぱり。ここは外国人と日本人と違うんだって言われたことがあって、子供のためにみんなと仲良くなろうって一生懸命こう合わせた時期だった。でそれはストレスになって、そこから割り受けてもう外国人だと分かってても仲良くなってくれるっていうのみ、そう、はい、交流持つ。母親の時代は外国人は別な目線で見られる時代だった、はいはい、私の時代だと「ハウですか？いいね」っていうぐらいです。私らしくていいんじゃないって。特技はね、散歩歩けば悩み忘れるから、いいなその特技。伝授しようか。すみません、あの一緒に写真撮っていただいてもいいですか？いいですよ。ああ女優っす。10年前。本当に女優、女優。OK。OK、はい、谢谢你、谢谢。私だから、もし出るのは小さくね。あ、加工してきました。すみません、ありがとうございました。はい、楽しかったです。はい、こちらこそ。また来ます。请向你妈妈问好。じゃあまた。じゃあまた。谢谢你。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。新天へマーファンにいる快活クラブさん、宿がちょっと見つからなくて、すいません、今日もあの快活クラブさんにちょっとお世話になります。はい、ってことで今日は宇宙人天で双方変動、真的很幸運找到那家台湾料理店、良かったことです。快活クラブさんはもう旅のお供なんで、今天也睡在这种空间。鼻やばいな、肿起来了耶我的鼻子。まあ明日も引き続き頑張ります。おやすみなさい。はい、不错、今天的天气。あの飲み物じゃないやつ見つけました。なんで？我第一次看到这种在路上贩卖机卖这个，我買ってみますか。日本的贩卖机有时候会做这种奇怪的事情。おお、本当に出てきた。得した気分。
キットカットゲット。お花見しましょう。日本人到了春天会就是边看樱花边喝酒吃东西什么的。春はお花見ですよ、やっぱり。在那个昨天的面包店买的。いただきます。柔らかい。还有这个奶油面包。潰されて平べったくなっちゃってますけど。它这个奶油很浓，它的味道不是一般的那种奶油的味道，很有那种牛奶的感觉。刚刚在那个贩卖机买的，这个我试试看好了，有点担心里面它没有过期吧？应该，诶，哦，诶，啊，大丈夫だ，没有问题。ここは何をやられるんですか？桜がすごい綺麗ですよね。ねえ、綺麗ですよね。8ミリ。8ミリ。え？綺麗でしょ。綺麗ですね。どこからいらっしゃるの？長野です。長野。はい。じゃあ今日はこの、これをやりに来て。そう。よくやられるんですか、ここで。みんなで集まってみたいな。ああ、いいですね。那今天的话，作戦がありまして，那个前桥车站对面有一间日文的那个语言学校，去看看那个语言学校有没有台湾人。问那个老师会不会奇怪啊？这样会不会被认错怪人？一歩間違えたら変人なんで、そこはねちょっと気をつけていかないといけないです。あ、すいません。ここって台湾人の方っていらっしゃいますか？台湾人はいません。あ、いないんだ。はい。今のところ台湾人の学生さんはいないんですね。じゃあ中国人の方は？中国人はいます。じゃあ中国語は対応できて、中国語は対応できます。わかりました。ちょっと友達が台湾人の方で、ええ、ちょっと参考にしたいなと思って。留学を希望ですか？あ、そうですね。日本に来られるみたいで。はい、この付近に言語学校とか他にありますか？他には駅の向こう側に日本アカデミーさんとか、パッコラさんとかありますよ。そこに台湾人の方がいるとか。どうだかな、いるんじゃないかなと。聞いてみないとわかんない。聞いてみないとわかんないですね。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。还像那一家语言学校没有台湾人，另外一家那个语言学校有一点距离，所以我现在打给那个学校问看看。啊，もしもし、すいません、ちょっとお聞きしたいんですが、台湾人の方って在籍してらっしゃいますか？あ、はい、わかりました。すいません、ありがとうございます。那一家也没有台湾人，困ったな。言語学校にはいないみたい。くー、留学生とかいないのかな。